はい、ということで今日もまた日常 Vlog を撮っていきたいと思います。今日は多分パート3になってると思うんですけど、またこの日常のゆるい感じで動画撮っていきます。今日は普通に平日なんでバリバリ仕事なんですけど、なんかよく聞かれる質問で、なんか何の仕事してるんですかとか、大学は行ってないんですかって質問よくあるんだけど、それについてちょっと話すと、大学は行ってるんですけど、今休学してて1年間休学してて、その1年間で今映像関係の仕事と、まあ、YouTube の活動もそうなんですけど、映像関連の仕事してるっていう感じなんですよ。だから今なんか大学生でもなく、バイトしてるわけでもなく、社会人なのかな、社会人でもないか、なんか間のまあまあ普通に YouTube とか映像関連の活動してるっていう感じなんですよね。で、普段はもうそのオフィスでミーティングとか編集したりっていう地味な作業が多いんですけど、ちょっと最近この表参道付近にオフィスがあるんですけど、表参道付近でいい場所を見つけてしまったので、今いい場所っていうかチルスポット、なんかおしゃれなゾーンみたいに見つけてしまったので、今日はちょっと日常写しがてらそれをちょっと紹介したいなと思います。ということで、ちょっとマジで暑い、今普通に多分40度ぐらいあるんじゃないかなっていうぐらい暑いんですけど、皆さん体調は大丈夫でしょうか。最近ね、梅雨明けたばっかりで、直近まではめっちゃ寒かったんですけど、急に暑くなってて、マジで溶けそうっていう。ということで、ちょっと今からその、おしゃれなゾーンに行きたいんですけど、その前に、暑すぎて喉乾いたんで、ちょっと飲み物買っていきたいと思います。この近くに、きっとみんな知ってると思うんですけど、ピザ屋があって、800°C、名前読みとかないけど、そこのね、なんか、レモネードか、なんかモヒートみたいなやつが美味しいんで、それをちょっと買っていきたいと思います。から近いからちょっと行くわ。よいしょ。ちょっとマジ暑すぎるから、ちょっとサングラスかけていいですか。ちょっと生きっていいですか。ちょっと動画だけでしか生きれない隠居だから、ちょっとすいません、動画内では切ります。こういう感じでね、見て、もうすでにここ後で紹介するんですけども、ヨーロッパっぽい雰囲気の場所があるんで、ちょっと後で紹介します。めちゃくちゃいいです、ここら辺。ロンガモヒートレモネード、ロンガモヒートレモネードで、ありがとうございます。ということで、800°C、分からんけど、ってとこで、ロンガモヒートレモネード、ロンガモヒートレモネードを買って、何をしたっけ、ロンガモヒートレモネードを買いました。で、これめちゃくちゃおすすめなんですよ。なんでかっていうと、普通はっていうか、あそこのお店はピザ工房なんですけど、飲み物も結構メニューが充実してて、で店内もめっちゃおしゃれで、まあ、ちょっと中は映せないと思うんですけど、かなり落ち着けるんで、皆さんにぜひ行ってほしいと思います。モヒートだけじゃなくて、まあ、アルコールもあるし、なんかベリーレモネードとかレモネードの種類がとにかく多いです。だから表参道だけじゃなくて、渋谷とか他のところにもチェーン店があると思いますので、ぜひ行ってみてください。ということで、ここがあれですよ、もう来ちゃったんですけど、さっき言ったおしゃれスポットです。見てください、もうヨーロッパっぽい。こんな感じで、めちゃくちゃ日本とは思えない感じの、なんていうの、通り、街並みみたいな感じで、表参道駅の B3 出口からマジで5分ぐらい、5分も来たのか、3分ぐらいで来れる場所で、これ昨日たまたま見つけて、ちょっとおしゃれだなと思って、今日日常 Vlog で映そうと思います。ちょっと歩きます。ここにあるお店は言うて、なんかもうめちゃハイブランドっぽい感じだから、多分こんなところで買うことがないんですけど、まあ、ただああいうところに階段があったりとかで、結構いるだけで落ち着けるというか、チルできるってめっちゃうざいけど、まあ、落ち着ける場所なんで、だいぶいい。多分ちょっとここら辺で写真とか撮ったら、めっちゃヨーロッパにいるみたいな雰囲気の写真とか撮れると思うんで、ちょっと僕も写真撮ります。写真撮るか、ちょっと階段とか氷とかで撮ったらめちゃくちゃ綺麗そうなんですけど、写真撮ります。今ここはまずおしゃれすぎる、ちょっと見るだけでそう。こっちの奥の方になんか、何て言うの、美容系のお店がね、すごい並んでて、調子ないんですけど、ガラス張りの感じで、これ調子悪いです。来た時マジ衝撃的だ、おしゃれすぎると。
神戸行くと確かなんか美容院かなんかってこれ行くか俺行っちゃう。これこの前にその写真撮ったんですけどめちゃくちゃ綺麗です。ガラスと光ってめっちゃ映えるよな。眩しい。眩しいよ。もうお金ないからここ来るだけでなんかヨーロッパ旅行する気分味わえる。おしゃれ。おすすめだ。ここなんですよ。めっちゃおしゃれすぎ。ここめちゃくちゃ綺麗。見てください、さっき通ってた道があれです。こんなとこさ住んでるやつまじ どんなことしたらこう住めるの。おしゃれすぎるじゃん。なんかここはさよくモデルさんみたいな人とか歩いてるな。なんかこういうちょっとおしゃれな美容院のとこから出てくるモデルさんみたいな人がめっちゃ美人すぎてやばい。まあ特に紹介するもんないですか。おしゃれだから紹介するだけです。ミーハーだから。もう暑い。ちょっと Vlog 限界だけど終わっていい。あぁ危ないな。あでもここはメインは多分アパレルと美容院ですね。全部アパレルと美容院しかないです。逆に、まあ、でもなんだかんださっきのあそこの通りが一番なんだろうチルできる。多分なんかコーヒーとかカフェで買ってそのままテイクアウトであそこ座ったりして息切れした。暑すぎる。そっか室内派です。休憩ですね。ちょっとこっちさこのめちゃくちゃおしゃれだ。あっち見てみよう。めちゃくちゃ住宅街ってあれマンションか。あそこに住んでるしやばくない。めっちゃ勝ち組じゃない。あの、あそこのさっき座ってた店あるじゃないですか。あれもう T シャツ一着で3万5000円みたいな。買えるわけないでしょっていう。マジでただの朝の T シャツが3万5000円、2万5000円みたいな。しかもなんか乳首好きそうなやつみたいな。誰が買うんですかあれ。やばいな。縁ないっすね。ここにはちょっと帰りましょう。まあやばいな。さっき高いって言ってた、まあ、さっき高いって言ってたあのアパレルあるじゃないですか。その隣の画廊っていうの、画廊ギャラリーみたいな地下にあるなんかなんていうんだろうね、ギャラリーみたいな絵画が飾ってあるような。あこれかラッドホールギャラリー。ネズミの穴って意味ですね。でも馬鹿にしてるわけじゃないけどあんまり理解できなくて、もうでもマジの南青山の一等地のところだからガチな多分勝ち組しか来ないと思うんですけど、なんかなんていうんですかね、画廊で絵画が5個ぐらいしかないんですけど、わざわざなんかスペースがあって、なんか商談スペースみたいなのがあって、多分結構ね、いわゆるその、まあ、お金持ってる方がこういうとこ行って、こうやっていいなみたいな、これくださいみたいな。で、あの商談スペースでこの絵画何百万何千万ですみたいな買うかなって。何のためにこれをちょっともう庶民の部分理解できないですね。ちょっとマジで工房とかに行って絵画とか買おうかなとか行ってみたいですね。 T シャツ買って3万5000円 T シャツ買ってその後画廊行って絵画買ってインスタ撮ると。まだまだ遠いっすね、ちょっとその世界に。カメラマンと一緒に入って笑っちゃったっていう。何のために作ったんとか言って。ということで結構ここら辺回ってみたんですけど、意外とあんまなかったですね。チルスポットって言ってもあのさっきのヨーロッパっぽいとこと、あの美容院とかアパレルショップがまあこう並んでるとこぐらいで、意外ともうカフェ探したんですけどカフェもなくて全然。なのでちょっとチルスポットって言ってもまあ雰囲気、こうヨーロッパっぽい雰囲気とかおしゃれな雰囲気がね好きな人は結構来る分にはいいかもしれないですけど、カフェとか飲食スペースみたいなのがあんまなくてちょっと微妙かもしれないです。紹介しといてなんですけど、まあで結構かなりただの日常動画になってると思うんですけど、本当にサブチャンに上げてもいいんじゃないかっていうぐらい雑な感じなんですけど、まあ企画動画の合間にこういうもう本当に自分の日常だけみたいな動画を上げようと思ってるんで、まあご飯食べながらでもお風呂入りながらでもゆるく見てみてください。まああの自分の日常なんて需要ないかもしれないですけど、まあゆるく撮っていきたいと思います。ということで今からオフィスでミーティングがあるので、まあここら辺の近くにあるオフィスに戻りたいと思います。ということで今日も日常ブログをこれで終わりたいと思います。バイバーイ。